4月の12日1日の取引がありました。日経平均株価は続落しました。昨日に比べて486円と54銭安 26,334円98銭で引けています。トピックスも 26.01 ポイント安の 1863.63 と、東証一部、東証プライム市場ですね、軟調な展開になりました。東証プライム全体の 17% に当たる318銘柄が上昇、上昇銘柄は2割未満に限られています。全体の8割1473銘柄が下落しました。東証プライムで8割の銘柄が下げ、指数としても日経225、トピックスがそれぞれ下落するという軟調な展開になりました。新興市場マザーズ指数が 6.91 ポイント、0.9% の上昇でした。日経平均株価の冷やしチャートです。日経平均は2万7000円のところ、25日線のところをあっさり割り込んで売られています。486円というのは 1.8%、まあ、2% 近い下落になりました。アメリカで長期金利の上昇が続いていまして、今日の時間外取引でついに10年債利回り 2.8 に到達しています。まあ、こうしたことからアメリカ株が売られるのではないかという警戒感が高まっている中で、中国でコロナによる都市封鎖ロックダウンが続いていまして、中国からアメリカに向かうコンテナですね、海運市況がかなり落ち込んでいるなどという報道がありました。まあ、アメリカも金利高で株式市場としてはどうなるかわからない、さらに中国の経済が悪化しつつあるということで、今日は景気敏感株を中心に売られています。個別銘柄では機械ですとか海運といったところですね、中国の経済というものを連想させるようなところが売られています。6305日立建機は大きめの陰線、161円安 5.1% の下落でした。まあ、海運市況の悪化という話ですから、9107川崎汽船も今日は陰線を引いて売られ、410円安 5.8% の下落でした。なかなか、アメリカの金利上昇、まあ、アメリカの景気そのものはいいんですけども、金利上昇による株式市場の崩れを警戒する動き、まあ、さらに中国の景気悪化ということで、今日の東京市場は買う材料がなく、日経平均としては続落で終えています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。